山下太郎、山下太郎、山下太郎、1889年、明治22年4月24日から1967年、昭和42年6月9日は、日本の実業家。その業績から、満州太郎、アラビア太郎などと呼ばれた。楠木正重の子孫、楠木忠キ正の子孫にあたり、楠木同族会の初代会長を務めた。 秋田県平賀郡大森村、後大森町、現、横手市に、近藤正春、三夫妻の長男として生まれる。太郎の祖父母にあたる山下太志総吉、久夫妻の養子となり、山下生を名乗る。祖父は、間もなく死去し、祖母の手で育てられた。大森小学校四年を修了し、東京の実父母の下で、慶応義塾普通部に通った。その後、北海道帝国大学農学部。 旧札幌の学校、現北海道帝国大学時代、後に北海道学芸大学、現北海道教育大学及び、帯広畜産大学の学長を務めた農学者の田所哲太郎、秋田県の城の出身と知り合い、信仰を深めた。明治42年、1909年3月、 北海道帝国大学農芸学科を卒業。土産品の飴やバターの改良を手掛けたりしながら、いとこの山下久介と共に、オブラートの新しい製法を発明し、特許を得た。大正3年、1914年、白石元三郎、日本校感社長の講演を得て、山本オブラート株式会社を設立する。これが、山下の実業家としての始まりであった。 この後、鈴木菊次郎からオブラート製造の特許を取得、会社はキャラメル包装などで、業績は良好、会社も黒字となったが、山下は海外貿易に意欲を示し、その資金調達のため5000円で権利を売却した。第一次世界大戦が勃発すると、ドイツから輸入していた流案がストップしたため、アメリカからの輸入を心見成功、距離を得た。大正5年。 1916年、小島文子と結婚し、東京深川に山下商店を設立。穀物、鉄鋼の海外貿易に目を向けて奮闘し、わずか28歳にして数百万円の財を成している。同年、ロシアのウラジオストクで酒館の買い占めに成功するが、ロシア革命の煽りで、地方新政権は船積みを許可せず、外務秘書官。 当時の松岡洋介の協力でようやく船積みの許可を得ている。一方、大正7年、1918年に日本国内では、米価が冒頭、米騒動が各地に発生したが、山下商店は外米の輸入に取り組み、上海でチャンス米を調達する。しかしその契約を密輸だとして、原則論を強行に主張する有吉総領事の妨害で輸入は、 失敗に終わった。大正9年、1920年には、南満州鉄道、満鉄消費組合と五万国の納入契約を結ぶが、満鉄側が契約を一方的に破棄し、大損害を被る。また、友人の渋沢正夫が1トンあたり1075円で1万トンの鉄材購入契約を行ったが、戦後強行で1トンあたり75円に暴落。 連帯責任者として大夫妻を負った。ほとんど破産の状態であった。しかし、満鉄経営に新体制が敷かれ、旧知の松岡洋介や長野守が着任したことで、山下商店は息を吹き返した。大正十一年、1922年、事業家として、再び満鉄事業に関係し、開拓企業を助けた。大正十三年、1924年、 満鉄は常実の米の契約で、山下に損害を負わせた代償として、社宅建設管理契約を結び、山下商店は、満鉄本社、大連市の社宅2万コの建設と管理を、包括受注した。これにより、山下は、満州太郎と呼ばれるようになり、以後、彼の事業網は、日本国内はもとより、満州、中国、朝鮮、台湾まで拡大した。昭和11年、 1936年、故郷の秋田県大森町に山下学館を寄贈している。また、翌昭和12年には、楠の木道族会の会長として、兵庫県神戸市の港川神社に大鳥居を寄贈した。戦前期の山下は、広漁業、日東科学、日本系金属など数多くの会社に関係した。しかし、昭和20年、 1945年の太平洋、戦争敗戦で、在外資産はすべて没収されてしまった。なお、山下は、大正15年から終戦までの20年間にわたって、郷里の大森町に、奨学金を寄付し続けている。戦後は、日本の復興のために、石油資源の獲得に奔走、昭和31年。 1956年、日本輸出石油株式会社を創立し、翌1957年に、ペルシャ湾海底油田の開発利権を獲得して1958年、アラビア石油株式会社を創立した。山下は、産業の根幹をなす石油が100%、アメリカ合衆国の供給と統制に依存している、現実を危惧しており、日本国政府、財界等の要領を回り、 経済発展のため日本が自前で確保するよう解いて回ったと言われている。世界の予想に反してサウジアラビア、クウェートの両国から採掘の利権を獲得したが、特にクウェートが数多くのライバルの中から日本に権利を与えたのは山下の努力、人柄も去ることながら欧米諸国に対するアラブ人たちの民族感情が左右していたとも見られている。 山下が苦心して採掘権を得て設立したアラビア石油は1960年1月31日1回目のボーリングで大規模海底油田日産1000キロリットルを発見した。これがカフジ油田であり世界第一級の大粉油についてアラビア太郎100万ドルの笑顔と世界中で報道された。以降も順調に石油メジャーによらない。 日の丸油田と呼ばれる油田の発見採掘、輸出を進めた。山下太郎は、親金拘束のため昭和42年、1967年、78歳にて、死去した。周囲に残した言葉は、俺はまだやることがあるであったという。故郷の横手市大森町大寺寺に墓がある。死後、民間人としては、珍しい十三味君一等随法章が追贈された。 幾多の困難に遭遇しながらも、人並みは、ずれた、実行力を有したスケールの大きい実業家であった。くすの起動族会の会長としても、活発に活動した。ひそに、水野茂雄の養子となった、元アラビア石油会長の水野総平や正木家の養子となった、株式会社、安政社長の正木進氏がいる。弁護士で著名な正木博士とも演説である。 山下の故郷の秋田県横手市大森町には山下太郎県教育英会があり、秋田県民の指定の大学入学に際し、奨学金制度を設けている。また、秋田県出身者、在住者及び秋田県内の大学生、研究者に、対学術研究奨励賞と地域文化奨励賞が用意されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。